ユーロ天白川。奥右側が、千川合流天線川は、愛知県名古屋市緑区を流れる天白川水系の二級河川。放火線延長九点八キロメートル、流域面積三十平方キロメートル。愛知県名古屋市緑区富士塚にある大池に源を発する。名鉄名古屋本線鳴海駅付近までほぼ、愛知県道三十六号処理名古屋線に沿う形で、緑区、 徳重、平手、愛原京、六殿、鳴海町を流れ、旧東海道中島橋付近で、有松方面から流れてくる手、越川を合わせる。愛知県道59号名古屋中間城線、名鉄名古屋本線が交差した後に、国道1号潮見橋付近から天白川と並行し、東海道新幹線が交差、大高川を合わせた後、 国道23号天白線橋の手前で、天白川に注ぐ。大池から潮見橋までは両岸を一方通行の道路が走る。特に大池から中島橋までは、線川緑道として整備されており、サイクリングを楽しむ人の姿が見られる。河川総延長の4割が、干潮域であり、名古屋市の生態調査では濃い、船、追い川などの淡水魚に加えて、下流では、 マハゼやボラなどの海水魚も確認されている。また、日本ウナギやアユも確認されたことがある。1960年代以降に大規模な宅地開発が行われ、市街化が進んだことで増加した家庭からの生活排水等が直接扇川に流れ込むようになったため、1970年代後半、頃にかけて水質が非常に悪化した。 その後1977年度から1988年度に流域に分流式下水道が整備されたことにより水質は大幅に改善し現在では市内の河川としては良好な状態となっている処理された下水は天白川に放流されるため主な水源は雨水のみであり晴天時の流量が十分ではないそのため流量の確保が課題となっている 戦前は水がきれいで上流の染色工場では余分な生地の染料をこの川で洗い落としていた。川の色が染料の藍の色に染まったことから藍染川とも呼ばれた。昭和初期までは鳴海町に土場と呼ばれる船着き場があり満潮時に各地と結ぶ船が出入りしていて荷物や人の移動の起点となっていた。また、貸しには複数の荷揚げ用倉庫が存在した。 江戸時代には、この場所に、合造が建っていて、保管された領主のレング米がここから船積みされていた。高度経済成長期以降、流域の産地が削られて、宅地開発が進むにつれて、下流の市街地はたびたび浸水被害を受けるようになり、鳴海駅周辺では、名鉄電車の運転ができないほどだった。名古屋市は1970年度より、築堤や五岸整備、 稼働屈作等の改修事業を開始したが、九百七十一年八月の昭和四十六年台風第二十三号では大雨により扇川は増水し、緑区でも浸水被害が多数発生した。このため災害救助法が適用され、翌年の九百七十二年から九百七十三年にかけて川幅を拡張する河川改修工事と護岸をかさ上げし、 コンクリートで補強する災害復旧工事が行われた。ありがとうございます。